はい、本日は元プロ野球選手の田中幸雄さんにお話をお伺いさせていただきます。田中さん、どうぞよろしくお願いします。はい、まず最初になんですけど、田中さんのですね、小学校中学校時代の、まあ、野球について簡単に教えていただけますでしょうか。はい、僕は野球を始めたのがですね、もう当時小学校に野球チームなくて、はい、できたのが小学校の5年生からで、はいはい、まあ、そこから始めたんですけども、はい、まあ、本当にボール使うことがすごく好きで、はい、まあ、野球がまあそれの第1位だったというかですね、はい、一番好きだったのはスポーツが野球だったということで、はい、まあ、中学も野球やりましたけど、はい、小学校の時はですね、はい、本当5年生から始めて、チームも5年生からだったので、はい、まあ、部員も少なく、すぐレギュラーで試合出てたんですけど、はい、まあ、中学校に入ってからですね、やっぱ先輩もいますし、最初球拾いばっかりでつまらなくてサボってたんですけどね、はい、で本当辞めるような形まで行ったんですけど、はい、同級生から引き止められて、はい、それがなかったら今はないっていうかですね、はい、本当それがあって続けられて、はい、まあ、楽しく野球ができた小中学生だったかなと思います。はい、ありがとうございます。小学校中学校の時は共に軟式の野球ボールでよろしいでしょうか。そうです、はい、軟式ですね。はい、ありがとうございます。あとですね、まあ、今回指導者の方の講習会ということでお越しいただいてるんですけど、ご自身がですね、指導をする立場として、まあ、お子さんを接するときにですね、心がけていることとか何か指導方針のようなものがあればぜひ一言お願いします。子どもたちに教える場合、技術的なところいろいろ あるんですけども、まあ、自分たちが、ね、プロも経験して、まあ、こう段階があると思うので、はい、その小学生だったり中学生そのレベルに合った技術をこう指導できればと思いますし、はい、またその子どもたちの考えも聞いて、はい、どういったことをこう目標にしてやっていきたいのか、はい、まあ、そこをこう聞きながら、はい、コミュニケーションを取りながら、はい、自分の持てる範囲 その引き出しの中からこう持ってるものをこう出せて、はい、その選手のために、はい、選手が伸びるために技術が上がるために指導できたらいいなとは思ってますね。はい、ありがとうございます。あとご自身がですね、小学校中学校の頃にですね、やっていた練習方法とか、まあ、自主練方法でですね、今もこういう練習方法とかおすすめですよみたいなのが何かあれば一言お願いします。まあね、時代が古いですからね、僕は本当九州の宮崎出身で田んぼと畑の中で育ったんで、バッティングはですね、もう自分で軟式ボールを自分でこう道路にバウンドさせて自分から体を動かしてストライクゾーンに持っていって畑に打ち返すということをよくやってましたね。だからそういったその感覚ですかね、ボールを打つ感覚っていうのはそういうのにもこう養えたのかなと思いますし、肩は強かったんですけど、そのお風呂場で手首を水の抵抗でトレーニングしたっていうことはずっとやってましたね。それで肩が強くなったのかなと思いますけど、はい、はい、ありがとうございます。で、すみません、最後になりますが、今後ですね、まあ、プロ野球選手を目指す子どもたちにですね、何か一言メッセージをお願いします。まあ、とにかく野球をとにかく好きでいてほしいっていうか、その好きで楽しんで、またね、自分が上手くなりたいと思って、やってほしいですし、まあ、そこに、プロ野球選手、メジャーリーガーっていうそういう夢を持って、はい、取り組んでもらえればいいと思いますからね。本当、怪我をせず、しっかりと練習して、はい、プロ野球の世界に入って盛り上げてほしいと思います。はい、ありがとうございます。ではインタビュー以上となりますので、田中さん、どうもありがとうございました。